はい、それでは今日ですね、少し話題を変えまして、平面ベクトルの内積について一応話しておこうと思います。教科書ですと 1.2 節です。でまず内積という道具をですね、定義するわけですけれども、平面ベクトル A1 と A2 というのがこうあったとき、A と B かもしれない、A と B というのがあったときに、この A と B の内積というのを次のように定義します。この A が、成分が A1 と A2、B が B1 と B2 のときに、内積 A と B の内積は A1B1 プラス A2B2 っていう値ですね。実数スカラーですので注意してください。ベクトルとベクトルの内積はスカラーです。注意してください。で、表し方はこの A と B を並べて、カンマでくくって並べて括弧でくくったものと、こんなふうに書きます。で、早速なんですけれども、一応教科書にはその内積に関する命題が書かれております。とこれは8ページ。ですね、教科書の8ページに命題では書いてないんですが、一応実質的な命題ですので、ちょっとこれ書いておきました。で平面ベクトル A と B がなす角を、平面ベクトル B と A と B ですね、この図ではこの水平のベクトルが B で、この斜めの、水平のベクトルが A で、斜めのベクトルが B なんですけども、なす角をここですね、このなす角をまあ θ とします。で、この時に A と B の内積がですね、この A の長さと B の長さと、このナス角シータのコサインの、まあ、積になるということが成り立ちます。というのをちょっとこれから証明していきましょう。まず、この平面ベクトル A と B をですね、まあ、原点を始点とする有効線分に対応させて、まあ、この A をですね、この線分 OA、それから B を有効線分 OB というふうにします。そうすると、有効線分 BA っていうのは、これは実は平面ベクトルでいうと A-B というふうに表すことができます。で、ここで、この図の中でですね、この点 A、ここに点 A ありますけれども、点 A からこの線分 OB に下ろした垂線の足、ここを H と置きます。で、この線分 AH の長さをこうスモール H と置きます。で、そうすると、三角形のそうか、これ垂線ですから、この三角形ですね、三角形 OAH は直角三角形で、で三角形 ABH か、ABH も直角三角形ですので、三平方の定理が成り立ちます。三平方の定理を使うと、まず三角形 OAH に関しては、まず OH、この OH の長さっていうのは、この A の長さかけるコサイン θ ですね、ここは θ でして、これが A の長さで、これが A コサイン θ、A の長さコサイン θ ですので、H2 乗っていうのは、この AH ですね、H2 乗プラス、この A コサイン、A の長さコサイン θ の2乗っていうのが、この、ベクトル A の長さの2乗に等しい。まずこういう式が立てられます。次に、三角形 BAH に関しては、三平方の定理を使うと、この BH っていう部分を、この B の長さマイナスこの A の長さかけるコサイン θ っていうのを使ってこう表せますのでこの垂線の H2 乗プラスこの BH の2乗ですね BH の2乗を表すとこの A マイナス B の長さの2乗に等しいとこれが成り立ちますでこれでまあ1式と2式っていうのを得られるんですけれども1式からですねこの H2 乗はA の長さの2乗マイナス A の長さかけるコサイン θ の2乗になりますからこれをその2式の H2 乗のところにこう代入するわけですね。でそうしますと、まず式を立てますと A マイナス B の長さの2乗が、まあ、これ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 になりますとこんなふうになりますと。でこれを整理しますとこれが右辺が A の長さの2乗プラス B の長さの2乗マイナス2倍の A の長さかける B の長さかけるコサイン θ というふうにこうなるわけですね。で、このうち、その A-B の長さの2乗とか、それから A の長さの2乗とか B の長さの2乗っていうのは、A1A2B1B2 っていう成分を使って表すことができます。長さの2乗ですので、成分を使って表すと。ちょっと途中計算はちょっと省略するので、ちょっと皆さんで確かめてほしいんですけれども、この等式のこの長さのところを各成分を使って表すと、まあ、こんなふうに A-B の2乗長さというのは成分を使ってこういうふうに表せるわけですね。それから A の長さの2乗プラス B の長さの2乗もこんなふうに成分を使って表すことができます。で、
ここから式を整理してダダダッと整理していくと最終的にはこの求めるべき式が得られるということになります。はい、ということで、まずちょっとこの証明聞いてですね、よく分かったっていう人は天才かあるいはちゃんと予習をしてきた人で、まあ大抵の人は聞いても分かんないですよね。はい、聞いても分かんないのを後からちゃんと復習するか、もしくはここで聞いてなるべく分かるように予習するっていうのが大学の授業に臨むスタイルなわけです。まずそういうところをちょっと皆さん意識してほしいなというふうに思います。大体多分数学リテラシーもこんな感じで授業進んだと思うんですけれども、線形代数もこんな感じで証明とか進みます。ですので、まずここで初めて聞いて理解できる人はすごくラッキーなんだけど、つくづく僕はとて無理なので、終わってから一生懸命自分で式をもう一回自分で計算して展開していきます。そうすると自分で計算したものは理解できるはずです。自分で考えないと展開できないから。だからここでとりあえず僕の授業では、まあ、こんなふうに計算しますよっていう手順を説明しますので、皆さんぜひこの後でですね、各自で計算をしてみてください。そうすれば少しでも理解度が深まるというふうに思います。はい、それからですね、定義として平面ベクトル A と B が直交するっていう定義ですね。これはどういうふうに定義するかっていうと、A と B の内積がゼロであることを言います。で、注意点としましては、この A と B、ベクトル A またはベクトル B がゼロベクトルの場合も含まれることに注意してください。だから A や B がゼロベクトルの場合にも、ここの教科書では平面ベクトル A と B は直交するというふうに言います。で、これにはちょっとですね、話が、裏話がありまして、実は皆さんが使っているこの明解線形代数の、緑色の本っていうのは、今皆さんが、受けてきたその学習指導要領ですね、今度来年入学の人たちから新しい学習指導要領になってますけれども、この皆さんが受けてきた学習指導要領に従って改訂された本でして、実はこの前にですね、青い表紙の明解線形代数という本が存在します。これは皆さんがの一つ前の学習指導要領の下で書かれた本です。どこが違うかって大きな違いは、高校の時に行列を習ってるんですね、この学習指導要領の人たちは。で、皆さんは多分高校では行列を習わなかったと思うので、それでこう、その辺に対応した改訂版ができたということになっています。で、ちょっと話は10年前に遡るんですけれども、この平面ベクトルの内積を勉強した時にですね、この今の緑色の教科書ですと、その AB が直交するの定義の上に、より一般に A または B が0の場合も含めてっていう文言があるんですけど、この青い教科書はその文言なかったんですね。で、ちょうど10年前に僕が地球科学類の線形代数演習を担当した際に、ある学生の人に聞かれました。先生、A とか B が0ベクトルの場合はどうするんですか？あ、確かに定義ないなって話になってですね。で、この、明解線形代数の執筆者の一人であります森田先生のところに相談に行きました。森田先生は今もう名誉教授な、定年退職されて名誉教授になられてるんですけども、僕も学部時代に代数学の授業を教わったりした先生なんですね。で、森田先生のところに行って、いや、実は授業の時にこういう指摘が学生からあってっていうことで、で、そこで森田先生と相談した結果、じゃあ、A と B が0ベクトルの時も含めて、直交の定義にしちゃいましょうということにしちゃったんですね。で、なんで数学でこういうことが許されるかってことなんですけれども、確かに皆さん直感に反しているかもしれません。ゼロベクトルが直交ってことはありえないだろうっていうふうに思う人もいるかもしれないですけども、でも、先ほどの内積の定義を考えると、確かにゼロベクトルの内積を取るとゼロなんですよね。ですので、まあ、それを直交するといっても、その元々の数学の定義には反してないわけです。ということで、まあ、じゃあもう少し広く A や B がベクトルの0ベクトルの場合も含めて、まあ、内積が0の時にこれは直交と呼ぶことにしましょうと、この教科書では定義付けをしましたというのを、ということで、まれにですけれども、その学生の皆さんの指摘でですね、こう教科書の内容が良くなったりすることもありますので、皆さんも何か気づいたことがあったらぜひ教えてください。
はい、で、あと、最後の命題ですけれども、A と A、自分自身の内積ですね、これがその A の長さの2乗に等しくなるという性質があります。はい、というわけで、第2回の授業のまとめです。で、今回は平面ベクトルがルツを張るですとか、あと平面ベクトルの幾何的な意味について紹介をしました。そして、多分これからも使うであろう大事な概念としまして、平面ベクトルの線形独立、それから線形従属の概念について紹介をしました。あとは平面ベクトルの集合 R2 の規定ですとか、あと、まあ、平面ベクトルの幾何的な意味、それから特にその内積について説明をしました。で、次回の予告ですが、次回次のような内容をやる予定です。まずは複素数ですね。それから、これが 1.3 節。で、それから N 項数ベクトル。これは平面ベクトルが2つの数字を並べたベクトルになっていたのに対して、これは一般の N 項数字を並べたベクトルなんですが、これは 1.4 節、教科書の 1.4 節です。そして、行列の演算が 1.5 節になります。で、この中で特に行列の加法とスカラー倍 1.5.1 項ですね、について説明する予定です。ですので、結構次回はですね、教科書のページするときには進むと思いますので、ぜひ、少なくともこう、パッと眺めてくるぐらいのことはやってみるといいんじゃないかと思います。まあ、数学の本を読むと即座に寝るっていうのは僕も経験があることで、僕も研究やってて難しい論文を開くとすぐに寝るっていうのはよくあるんですけれども、まあ、皆さんもそういうことはあると思いますから、ぜひそういう自分を責めないでですね、まあ、寝たらそれでいいですから、寝たら次の日また開けばいいんですので、ぜひそういう気持ちで取り組んでもらえればというふうに思います。それでは以上で今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。